住紳一郎の日曜天国。おはようございます。7月17日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日の関東地方、午前中各地で少し雨が残りますが、今日は曇り時々晴れです。午後は晴れ間も出てきそうです。スタジオになります赤坂は太陽が差し込んでいます。東京の降水確率、午後夜ともに 30% です。昨日は東京で1ヶ月ぶりに25度を下回りましたが、今日は各地で気温が上がります。予想最高気温、東京、横浜、千葉、宇都宮、前橋、水戸で32度、熊谷で33度の予想です。昨日は雨も降りましたが、少し過ごしやすい一日でしたね。ただ今日は30度また超えてくるということです。3連休ですね。18日月曜日が海の日ということですが、やはり例年になく梅雨明けが早かったということがありますが、なんとなく素人目にも天気図を見るとなんとなくまだやっぱり梅雨のような感じの毎日が続いていて、梅雨明けが後でもしかすると期日の訂正があるかもしれませんね。あんまりねプレッシャーかけてはいけませんし、そういう世の中も違うと思いますが、なんとなくやっぱりまだ梅雨っぽいのかなっていうねそういう気持ちになりますよね。ちょっとね1週間晴れが続いた、変わった1週間がありましたからね。1週間は暑かったですよね。そして人間ってのはなかなか都合が良くて、あれだけヒーヒー言ってた1週間を忘れつつありますよねそういうことなんですね。そういうことなんですね。今週1週間ですけれども、傘のマークがついているのは東京ですと水曜日と金曜日、その他は太陽のマークがついています。それから週末、記録的な大雨、特に宮城県などでは被害が出たようです。名蓋川の堤防が決壊するなどニュースがありました。メールが来ています。この方は宮城県の登米市ですね。23歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオっ子さん、皆様おはようございます。テーマと違う件ですみません。私が住んでいる宮城県でも金曜日の夜から昨日の午前中にかけ猛烈な雨が降りました。宮城県内でも河川の氾濫、道路や家屋への冠水、浸水被害が多くあったようです。我が家でも浸水被害があり、あら、そう、加えて近くの道路も通行止めで、先ほどまで道路が寸断されていました。ちょうど朝の7時に書いてくださったメールですからね。朝まで道路が寸断されていました。大量の雨が降ってから水が入り込むまでの時間はあっという間で、入り込んでからは焦りもあり、本当に何もできませんでした。泥水が流れ込んだ自宅を見てため息しか出ませんが、命があったことに感謝です。今は水も引き、迂回路を確認し、時間はかかりましたが安全を確保しています。今後もこのような豪雨災害は発生すると思うので、身の安全を確保した無理のない行動と日頃の備えを大切にしなければと強く感じました。今日は一日浸水した自宅の片付けです。ラジオをともに、そして皆様からのハッスルをエネルギーに、一つ一つ作業していきます。最後になりますが、豪雨災害に見舞われている方々が一日でも早く元の生活に戻れることを願っています。朝から長文失礼いたしました。そうですか、本当にね、お見舞い申し上げます。何かできることがあればおっしゃっていただきたいと思いますが、ただね、こうして自分でも家に水が入ってきて片付けて大変なのに、他の人にも思いを寄せて、素晴らしい方ですね。これだけ自分が朝冷静になれるかというと自信はありませんね。本当に立派な方だと思います。ラジオ聞いてね、少し気分転換していただければと思います。本当に最近は雨が降るとなるとスコールが一日続くみたいな雨が降りますもの ね。 そうですね。地球の温暖化なのか、原因は
さまざま憶測ありますが、とにかくこれまでの経験では思いもよらないことが多いようなので、私も含めてですが認識新たにしたいなと日頃考えています。そして河川の増水というニュースよくありますが、多摩川も随分川の水の量が増えたようで、先週からお知らせしていました日曜天国の10時30分のお出かけリサーチのチームが毎年参加している多摩川いかだレースですが、多摩川の水量、水の量、水流の状況を総合的に考慮し、来週への開催延期が決まっています。楽しみにねされてた方多いと思うんですが、残念というか仕方がありませんね。そうですね、イカダレース準備していたんですけども、来週への延期が決まっています。今日のお出かけリサーチのコーナーで準備の様子少し伺おうと思っていますけれども、今日は開催がありませんので、ラジオね聞いてる方でも、あ今日イカダの日かなと思ってて、チャンネルダイヤル合わせてくださったという方申し訳ありません。1週間延期ということでね、助っ人の野方千尋さん、昨日情報セブンデイズ、今私と同じ番組担当になってるんで情報セブンデイズ休んで今日に臨むということだったんですけども、一周ずれましたので、どうぞさすがに2週続けて移動直後休めないということで来週は出勤になりましたので、野方さんは夜遅くまで働いた次の日にイカダを漕ぐということで、パフォーマンスが 30% は落ちるでしょうね。知りませんが、私も直接野方さんと話したことほとんどないから分かんないけど、勝手に想像で言ってるだけ。そんなことはないのかな、全日本チャンピオンは前の日のスケジュール以下によってはね。そうですよ、きっとね、テスト勉強も朝までした上で大会とかいうこともあったでしょうからね、関係ないのかもしれませんね、そんなことはね。すごいらしいですよ、間近で見た人はやっぱり。そうですか、アスリート野方の漕ぐ姿があ、そうですか、見たこともないフォームで漕ぐらしいですよ。もともとねボート選手なんでオールですもんね。今度パドルっていうのかな、こうイカダになると変わるから、違うんで自分のそのハイブリッドな感じ。びっくりしたみたいですよ、周りの人たちが。一人だけ違うフォームで漕いでるから。イメージはみんなイカダの上に正座や体育座りして、こう体のそばでこぎこぎっていう感じですもんね。まあそうですね、全く違うフォームらしいですよ。詳しくは10時30分頃に聞いてみましょうね。そうですね、楽しみです、それから私は昨日音楽の日という音楽番組の担当だったんですけれども、中居正広さんが急性虫垂炎ということで急遽出演が取りやめになりまして、私と江藤愛アナウンサーで急遽しのぐということだったんですけれども、コロナの陽性者も増えてまして、当然出演予定のアーティストの皆さん方が来られないということもあったんですが、一方でねスタッフの方も何人かやはり来られないということになったり、家族が陽性になり大事を取ってっていうんですか、そういうなんて言うんでしたっけ、自宅待機、濃厚接触者ということで、仕事に来ないということになるケースがありまして、少し陣容が減りましたので、少しいつもと違うスタイルでやったんですけれども、いろいろねやったらやったで働きすぎだなんて言われたりなんかしてね、なんかどうしたものかというところもあるんですけれども、長い時間やってますと少しやっぱり声がね枯れてくるんですよね。それは当然ですよね、ずっとね皆さんもカラオケで歌ってると後半2時間目3時間目声枯れてきますよね。で私たちもそんな声出してないような気がするんですが、かなり大きな音量でアーティストの皆さんたちのステージの横でスタッフの皆さん方とマスクをして打ち合わせをしているんで、結構大きな声で次こうですねこうですねああですねどうですか何秒ですか何分ですかじゃあそうしましょう
カメラさんはどうしますかっていうことをやってると後半ちょっとね声が枯れてくるんですよね。ただこの昨今皆さんの見方厳しいですからね、今度は喋っている司会の人の声が枯れ始めると、あらこの人もしかしたら何かもう体調が悪いんじゃないの、休ませた方がいいんじゃないのなんていう声に煽られたりするんで、私の腕利きのメイクさんカリスマちゃんが私のことを兄貴って呼ぶんですけども、兄貴ちょっと声が枯れ始めてるからこの何々ハニーの入ったプロポリスキャンディー舐めてちょうだいなんて言って、いやすごく仕事のできる人いますね、ありがたいよね。皆さんあの何々ハニーのプロポリス舐めたことあります？ちょっと飴としては何か粘着力高めじゃありません？ですね、あの苦味があるし、うん、あと飴とは名ばかり、なんか溶けるのか溶けないのかわからないみたいなありますよね。なんかそうですね、ポリエステルのなんか材質舐めちゃったみたいな、まあ、それは言い過ぎだけれども、うん、ちょっと普通の飴感はないですもんね。そうですよね、まあ、いろいろ種類ありますけどね、うん、そうですね、うん、トロントロンとしてたり、あのちょっと外の側がねこうクチクチしてこう噛み切れないホルモンみたいになっちゃったりとかして、あ、であれいただいて喉の調子は良くなったんだけれども、急にまたお話しするときに口の中に飴入ってるとね、お行儀悪いですから慌ててこう噛んで飲んじゃったりとかするっていうところあるんですけど、その私の粘着力がものすごい高めのプロポリス飴みたいなの噛んでたら、私の右上の奥歯の第一第九歯の爪物が取れちゃって、司会しながら奥歯の爪物取れちゃってる人います？事件だよね。やだと思った。こんなさ華やかなステージの横でさ、日本を代表するシンガー紹介しながら、どのシーンとは言いませんけど、どのシーンとは言えないけど、口の中に爪物取れながら喋ってたんですから、さあ続いてお送りするのはなって、やばい爪物取れてると思って。ただほら金銀パラジウムって最近値段高いらしいじゃない、だからこれなくしたらいかんと思ったから、口の中のほっぺたの方の横の方に押さえながらですよ。リスちゃんだ、びっくりした。いろんなことあるなと思いましたけども、それは初めてでしたでしょ。恥ずかしい、俺あんな華やかなステージの上に立って奥歯の詰め物取れてんの恥ずかしいわと思った。バレてない、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 分かんなかった。もしバレてないんだとしたら俺の仕事褒めてほしいわ。びっくりした。日常でたまにありますよね、キャラメルとか食べてて取れる時あると思うんですけど、ちとせ飴とかね、うん、びっくりした。俺本当にどうしようかと思った。まさかねスタートのインタビューの途中に出すわけにいかないもんね、だから口の中でカチャカチャ言いながら、これなんか取れたろうと思って、カチャ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 って言いながら、カチャ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 ってね、飲んでもいけないしね、もうびっくりした、初めての体験。うん、で自分でも病状確認したいからさ、ちょっと舌先で患部を確認してみたりするじゃない、うん、ね、どんな患部ですかね、うん、ここが取れてるみたいな、かなり穴が深いとかね、染みたら嫌だなとか思ってね、そういうことしながらインタビューだから、なるほど、うん、ね、いろいろあったね、パラジウムを収納しながら、そう、患部を確認しながら、そして自分の本当本当にケチな性分が嫌だなと思ったのは、取れた瞬間に最近パラジウム高いっていうのがスッと思い浮かぶんでね。だからこれこのまま配信さんに持っててもう一度入れてもらおうと思って、地球環境のためにですね、あ、地球環境のためにね、そうおっしゃる通り、いろんなことがありました。レアメタル、うん、レアメタル、そうねと思いました。いろんなことありますね、本当にね、緊張の中でやってるといろんなことがありますね。ごめんなさい、面白いです。いいえ。こういうね、私の緊張の挙句のトラブルたくさんありますもんね。そうですよね、本当に。あとほら前もね、朝の番組始まってすぐの頃ですよね、ちょっとみんなが少し緊張してたんで、私のプレゼンテーションがうまくいったんで原稿の紙の裏にフォーカーヘッ
後輩のねアナウンサーたちにね俺なかなか今上手にやったでしょっていうねメモを書いて見せてでっていうみんなの苦笑をねいただいて場の雰囲気を取り出すっていうね、そういう高等技術があったんですけども、その書いた原稿が次のニュースを読むときにチラチラ映ってたっていうねどう俺どう俺っていうのがねありましたけれども仕事できるでしょってね、やだやだ申し訳ございませんいやな言い方ですよね、申し訳ございません。いや、もう本当に楽しいです。いいえ、もしネットなどに記事を書く際にはその辺のニュアンスご理解の上書いていただきたいと思います。何卒ネット記事の記者の皆さんよろしくお願いしますご配慮のほどご配慮のほどよろしくお願いいたしますさて今日のメッセージテーマこちらです。私の妄想。世田谷区の豆もやしさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私の妄想。学生時代恋がよくわからなかった私は妄想で恋愛をしていました、ラブソングを聞いてその歌詞から架空の恋をしていました。なかなかロマンチストな方ですね、社会人になり諸事情から私はホステスをすることになりました。お客様とお話しする中で恋愛の話になったのですが、私は恋愛経験ゼロ、知識ゼロ。お客様との話のテンポを落とすわけにもいかず、困った私は妄想していた恋愛トークを持ち出しました。するとまだまだ子供だなとの評価を受け、そこで私は火がつき、加藤ミリア、ジュジュ、坂本冬美を聞き込んで報われない恋愛経験を練り上げましたそしてその練り上げた恋愛トークに、分かる分かるよと次々お客さんからの賞賛が入り、指名とシャンパンをいただいた時は私の妄想が最高到達点に来たなと思った瞬間でした。現在27歳、未だに恋愛はよく分かりませんが彼氏はたくさん作ってきました。丸。あらー、プロですね。なんか未だに恋愛は分かりませんが彼氏はたくさん作ってきましたっていう一文がもうなんかすごいね、文章たった一文で人をこんなにざわざわさせることでできるんだねすごいですね、もう叶わない感じします、ね、叶わない。私は家族がいませんけども自分の娘がこんなこと言ったら私は家出してしまいますショックだよ。どうした。放送にも程がある、ね、家族がいないけど家族がいないのに娘だったらこの人が娘だったら俺が家出するどうでもいい、全く世界に何の影響もない。この思考を作ったためのカロリーが無駄だったね、申し訳ない。どうした、なんかちょっとね、まあでも、大人、なかなかね、そう、恋愛は自分自身の中での哲学だから、どこでね恋愛をしたしないなんていうのはね別にね、そうですよね、血圧みたいに測れるわけじゃないから、もしかしたらいい恋愛をしてるのかもしれませんよ。そうですね、ちょっとこれ以上はジェンスーさんの方でお願いします大田区和菓子で一番好きなのは柏餅さん、26歳女性の方、ありがとうございます。柏餅美味しいですよね。美味しいですね。小学校高学年から高校を卒業するくらいまで学校からの帰り道に道行く同い年の男の子が全員私に一目惚れしたらどうしようかという妄想をしていましたいいね私は誰もが振り返る清楚系美少女で、道で私に一目惚れした男の子たちがどうにか私の気を引こうと道端に咲いている花と携帯の番号を差し出してくるのですが、私は高嶺の花ですので丁重にお断りし、夜に親友のかなちゃんと電話をしながら、いくらいろんな人に好かれても好きな人に振り向かれなかったら意味ないよねと嘆くという内容でしたこのかなちゃんとの電話も妄想なんだよね。そうですね、現実はそう甘くはなく、私は清楚系美少女でもなければ道端に咲いている花も携帯の番号も差し出されたことはありませんが、26年間元気に生きてこれたので幸せです。お父さんお母さん、丈夫な体に産んでくれてありがとう。
いいね。27歳と26歳の方からのね、それぞれの生き方だね。それぞれですね。いやみんな健やかで何より。もし私家族いませんが、この人が自分の娘だったら、今私は泣いていますね。あ、そう。わからないけど。わからないけどね。わからないけれど、いろんなことあるね。そうですね。いろんなことあるね。ありがとうって言ってもらってね。うん。いいなと思いますね。そうですね。いや、妄想は本当にただだとはいえ、みんな自由ですね。そうですね。あらら、あららという感じですね。続いてですけども、この人の妄想も相当言ってますね。足立区の桃住さん、54歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。毎日パンダの動画と写真を眺めていますというパンダ好きの方なんですね。ジャイアントパンダ、私の家の壁はパンダの新聞記事の切り抜きや写真でいっぱいです。パンダ屋敷になっています。毎日眺めているせいか、シャンシャンは私が産んだ子供、お腹を痛めて産んだのは私なのだと思うようになりました。あら、これはあんまり他で言わない方がいいかもしれない。私の実の娘たちには、シャンシャンは血のつながらない本当の妹なのだと、産んだけれど自分の家で育てることができないと伝えました。娘はそのことについては何も言っていません。シャンシャンの成長を感じては涙、タケノコを見ると食べさせたいと涙。動物園に寄らなくても上野の近くを通るときは、シャンシャンお母さんだよと車から叫びます。電車のときは心の中で叫びます。先日ぼーっと助手席に座っていたら、夫が言わなくていいのか、上野だぞ言わなくていいのかと言います。慌てて私は上野動物園の方向にシャンシャンに向け、お母さんが来たよと叫びました。双子のパンダも可愛いけれど、やはり私の中ではシャンシャンが一番可愛いです。12月まであと何回会えるかな。中国に行ってしまうのは悲しいけれど、イケメンパンダと出会うため、シャンシャンお母さん辛いけれど頑張る、ちゃんと見送るからね、という54歳の足立区の方ですね。いや、好きな気持ちがここまで来てるんですね。そうなんですね。実のお嬢さんたちもいながらってことですもんね。実のね、お嬢さんたちもね、あの上野のパンダって私の妹なんだっていうね。ねえ、いやー、すごい優しい方なんでしょうね。そうですね。そう、シャンシャンがコロナのこともありまして、中国への返還の時期が少しずれてますけどもね、そろそろ発情時期かもしれませんので、お見合いも必要だということで、12月くらいに戻るとも言われてますが、どうでしょうか。皆さんからの今日のメッセージ楽しみにしています。メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954 です。3584-0954でオペレーターの皆さんがお電話をお受けしています。ファックスの番号は 03-5562-0954 5562-0954、 そして E メールのアドレスは日天@tbs.co.jp nichiten で日天@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天ノート、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方に、イラストレーター水川雅代さんの制作によるオリジナルポストカードソサイティ 0.5 をお送りしています。今日のテーマは私の妄想、皆さんからのメッセージお待ちしています。昨日番組で矢沢永吉さんと一緒になったんですが、初めてお会いしたんですが、とても嬉しかったです。そして3曲歌ってくださったんですが、矢沢さんは72歳ですか、あまり年齢のことを言っては失礼かもしれませんが、とても70歳とは思えない素晴らしいステージ、声量も歌もそしてパフォーマンスもパワーもということで、本当に驚きました。本当のロックスターなんだなという感じがいたしました。そしてこうやって私も年を重ねられたらいいなという気持ちになりました。すごく心が動かされました。今日の1曲目は私のリクエストです。矢沢永吉さんで I love you OK。 日天お出かけリサーチ、今朝は楠葉恵美さんです。楠葉さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日予定していた多摩川のイカダレース、
雨による増水のため中止ということで来週に延期になりました。用意していたのに、はい、残念ですね。そうですね、延期自体はとても珍しいということで、まあ、私たちだけ驚いてがっかりってわけではなくて、狛江市の皆さんもかなり驚いていました。過去30回近い歴史の中で延期になったのは2回だけということですけども、でも来週ね、またいい条件のもとできるということですから、この1週間どう過ごすかということになってきますが、はい、何か予定はありますか？そうですね、私たちは、私自身はどうしようかな特にないですかチームとしては狛江のお宅にちょっと敷地にイカダを今置かせてもらっていて、はい、それを見た近所のおじさんがですね、私たち今回お下がりのイカダをもらっているんですけれども、ちょっと自分たちで修復した箇所がありまして、そこを見て直しが甘いと、イカダ作りに役立つパーツ持ってきてくれた方がいるので、ちょっと1週間でみんなで直す作業できるかなと、いい状態でレースに臨もうかなと思ってます。狛江のお住まいの方はイカダレース参加している方が多いので、イカダのノウハウ持ってる方が多いみたいですね。そうですね、過去イカダ自分も作ったことあるよっていう方が結構いるようですね。そうですか。今回は87チームがエントリー、34チームが初出場ということで、お出かけリサーチの皆さん方は3回目ということになりますね。はい。これまで順調に順位上げてきて、今回は野方千尋さん、元ボート部優勝経験の野方さんが参加するので、また楽しみですね。そうですね、野方さん、今回の延期のことを伝えたんですけれども、まあ、私にとっては3年コロナで延期に延期を重ねてきたので、それに比べたらこの1週間もとても短いですよと、うん、来週開催してもらえることにも感謝ですというふうに明るく話してくれました。そうですか、もうアスリートのインタビューでね、はい、そうですね、番組のスタッフなんだけどそうですね、一社来週の勤務って私また外してもらえるのかしらってこう黒い期待がよぎったそうなんですけど、うん、もう移動したばっかりだからダメダメダメとすぐ振り払っていましたので、はい、夜働いても全然元気に大丈夫ですっていうふうに話してくれましたそうだよね、はい、そうなんですよ。もともとは夕方のニュース担当のスタッフだったんですけども、この7月1日で人事異動になりまして、私と同じ情報セブンデイズニュースキャスターという土曜日の番組の担当になったっていうことなんですよね、はい、本当に嬉しいですよね野方さん、私のことについて何か言ってましたかはい、一緒にやれることは喜んでおりました。ものすごく声が小さくなったじゃないなんか違うことも聞いたんでしょう。大丈夫です。大丈夫楽しみですって言ってました。そうですか、ね、はい、はい、では来週イカダレース楽しみにしてますんで、くすばさんも体調整えてぜひ臨んでください。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。はい、では失礼いたします。日展お出かけリサーチイカダレース、残念ながら来週へ延期ということですが、来週楽しみに待ちたいと思います。はい、時刻は10時38分です。さばいて日展今朝の担当、赤荻歩美アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。先週起こったニュースがわかる日展ニュースフラッシュです。まずは7月11日月曜日、エンゼルス大谷翔平選手がピッチャーとしてオールスターゲームに選出されました。 DH でも選ばれていまして、二刀流で夢の舞台に立ちます。そして12日火曜日、選挙演説中に銃撃され亡くなった安倍晋三元総理の葬儀が営まれました。15日金曜日、走れ幸太郎などのヒット曲で知られる歌手山本幸太郎さんが今月4日に脳内出血で亡くなったことが分かりました。73歳でした。続いて16日土曜日、新型コロナウイルスの全国の新規感染者が11万人を超え過去最多となりました。おしまいも昨日土曜日です。アメリカで開幕した世界陸上男子20キロ競歩で山西利和選手が金メダル、池田向希選手が銀メダルを獲得。そして先ほど行われました男子100メートル準決勝で日本のサニブラウン選手が10秒05の好タイムをマークしまして、
世界陸上でこの種目日本勢史上初の決勝進出を決めました。わあ、決勝進出、はい、決めましたよ。それでは今日お伝えするテーマはこちらです。一人っ子政策対二人っ子政策。教科書で習ったあの常識が来年変わりそうだという話です。世界一人口が多い国、中国がトップから陥落するというんですね。現在中国の人口は14億2600万人です。途方もないこの数をですね、来年インドが抜き去るということを先週国連が発表しました。インドってそんなに増えていたのかってね、驚いた方も多いと思うんですけれど、この10年で1億人以上増えました。それで14億人を突破というんですね。でさらに2050年にはインドの人口およそ17億円に達するということですから、増え続けるというんです。一方中国はというと、2015年までの一人っ子政策が効いていて、人口増加のペースや出生率は下がっていると。ですからその差は広がるばかりというんですよね。実は中国も少子化というか、まあ、当然政策ですけども、はい、人口がもう減り始めてるんですよね。そうなんですよね、はい、ペースが落ちているということなんです、うん、となると、あれインドってこれ人口増加抑えないのかっていうね、うん、疑問も浮かんできますけれど、ね、インド政府実はやってるんですよね、うん、適正人口は11億人にしましょうという目標を掲げています。でも結果的に増えていると、はい、だからこの増加を抑制した中国と、まあ、ある意味失敗したインドでは何が違うのかを調べました、はい、大きく2つの違いがあるようです。まずは政治体制です。ご存知の通り、中国は共産党の一党支配体制ですね。一人っ子政策でかなり強権的に子どもの数を絞ってきました、はい、東京大学公共政策大学院鈴木和人教授によりますと、職場にまで共産党の委員がいて、二人目を作っていないかを厳しく監視しているというんです。一方インドは議会制民主主義です。ですから国がそこまで強く介入できないという事情があります、はい、で二つ目の理由としては宗教がありますね。インドと言いますとヒンズー教のイメージが強いんですけど、その内訳見てみると、実は国民のおよそ 15%、 2億人がイスラム教徒です、うん、でイスラム教徒って宗教的に子どもの数を調整することにネガティブなイメージがあるそうです、はい、つまり国が減らしたいよって言っても、うん、イスラム教はいやちょっと協力しづらいよっていう事情があって、うん、なかなか減りにくい。ここに、まあ、インド政府の悩みもあるそうなんですね、はい、でさらに、東京大学鈴木教授によると、インド政府って、まあ、ヒンズー至上主義なので、はい、ヒンズー教が人口を減らす動きを見せたとしても、うん、そのイスラム教徒2億人すでにいますけれど、それが減らさないとなると、うん、この人口のバランスが崩れてくる、はあ、するとイスラム教徒がこう巨大な政治勢力になってくる、うん、ですからやっぱり阻止したい、人口を抑えたいという思惑がある。イスラム教を信奉する人とヒンズー教を信じる人で、はい、それぞれの勢力で人口のバランスが崩れては困るので、はい、なんとなくバスコントロールを受け入れられないという。そうなんですよね。なるほどね。でもやっぱり抑えたいという思いもあるので、インドは一人っ子政策ならぬ二人っ子政策というのを始めています、うん、簡単に言いますと、子供が2人以内ならば優遇しますよ、3人以上ならペナルティを課しますよという対策です、うん、2人以内だったら例えば住宅ローンの金利を優遇するとか、はい、公共料金を割引する、うん、3人以上にすると出産休暇手当が出ないとか、これから投票がもしかすると選挙ですねできなくなる可能性もあるとか、すごいね、はい、非選挙権を剥奪、そう親のそうですね、非選挙権を剥奪、つまりこれは選挙に出られないですけど、さらに踏み込んでもう選挙権も与えなくしちゃうぞというようなこともしちゃう動きなんだそうですね。すごいね、子供の多い親は基本的人権取られるみたいなことなんだ。そうですね、まあ、それぐらいしていかないとやっぱり人口の、ね、増加が抑えられないということのようです。でもそうするとじゃあもう言ってしまえば一人っ子政策の方がいいんじゃないのっていうことも、本当に減らしたいならですよ、うん、だけどそう単純ではないっていうのが中国ですよね。中国一人っ子政策の副作用ともいえる問題が起きています、はい、それが超少子高齢化社会ですね、うん、中国政府慌てて2015年に一人っ子政策やめました。2人目まで OK にしました。で最近は3人目も OK にしました。ところがベビーブームは起きません。一度小さな家族が当たり前になるとなかなか元に戻らないという動きがある。
そして、まあ、男子の後継ぎを大切にする伝統が中国にはあるということなので、こう女の子の新生児が少なくなってくる、すると結婚相手がいないなっていう男性が最大6000万人いるっていうような、そんな事情もあるということなので、まあ、国連の推計で世界の総人口を今年中に80億人を突破すると言われている中で、はい、もう14億人というこの人類経験したことのない規模の人口政策を進める中国、インド、この2つの国の行く末を、まあ、世界が注目していますね。私が高校生の時に授業で習った世界の人口って52億だったんですけどね、はい、赤荻さんの頃は60億でしたね。60億、そして今年中に80億人を突破地球の、ね、適正は20億ぐらいとも言われてますけどもね、はい、まあ、これからどうなるのか、少し人口という問題も注目していきたいと思います。赤荻歩アナウンサーでした。昨日は少し気温が低めで過ごしやすかったんですが、今日はまた30度を各地で超えそうです。スタジオになります赤坂、現在気温が26度あります。ただ午前中から30度というような猛烈な暑さじゃありませんね。そうですね、少し夏が落ち着いた感じしますが、3連休ですね、もう夏休みという方も多いと思いますが、今日は私の妄想です。なかなか皆さん、私に言われたくないと思いますが、かなり高いレベル入ってますね。そうですか。いや、そうですか。こういうね、普段ね、こういうこと話しませんからね。そうです。また匿名でね、顔が見えないからいいんでしょうけれど、これ面と向かって職場の人に言われたら少しちょっと見る目変わっちゃうってところあるかもしれない楽しいのはいいですよ ね、 そうですね、妄想自由だからね。相模原市の明賀の香水さん、30歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私はれっきとした男なのですが、モーニング娘。に加入する夢を見たのをきっかけに、自分がモーニング娘。のメンバーだという妄想を時々しています。いいね。夢見たんだ、夢見たんだね、食べ過ぎそうな時はモーニング娘。なんだから太っちゃダメ仕事に行きたくない時はファンが待ってる、プレゼンで緊張する時はたくさんのファンが聞いてくれてるんだもんとか、恋人がいない時はモーニング娘。なんだから当たり前だなどといろいろ便利なのでおすすめです。いいね。30歳男性、楽しく生活している。恋人ができないときはモーニング娘。なんだから当たり前っていうね。そう、アイドルだからね。そうです、最高ですね。なんて言ったってアイドルっていうことですよ。へえ、いいね。みんないろいろ宝塚のトップスターになりきったりね。そうでしたね、情熱大陸に取材されている体とかね、いろいろありますよね。面白い。豊島区のマロンパンさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私は毎朝駅前のラジオ体操に参加しています。電車が駅に着くのが6時31分、2分遅れで参加するので、いつも体操は後ろの列です。他の人は運動しやすい服でズボンですが、私は仕事場に直接行くのでスカートやヒールを履いて少し場違いです。遅れる分、誰よりも綺麗にシュッと完璧に飛ぶときは誰よりも高く飛んでいるつもりです。この前体操が終わり、カバンを肩にかけようとしていたら、いつもこちらの方を向いてお手本の体操をしている3人が、1人はイケメンの男性なんですが、私のところにやってきました。はい、両側のおばさん2人がニコニコして私に、私たちは毎日体操をしながら参加者皆さんの動きをくまなくチェックしています、そしてと男性の方を見ると、その彼が続けて、3人でお話ししたんですが、いつもすごく綺麗に体操している後ろの方に人がいるよね、指の先までシュッと伸びてて本当に綺麗だって話になったんです。それはあなたのことなんです。私はびっくりして、あ、私はいつも遅刻して一番後ろの列にごめんなさい、そんなことはどうでもいいんです、実はお願いがあって、あなたに僕たちと一緒に前で体操をしていただきたいのですが、そんな妄想をしています。どうでもよ、どこまでが実話なのかしら。やられた。駅前のラジオ体操に参加しているところまでは本当なのかな、で電車が駅に着くのが6時31分で、一番後ろの列までも本当なのかな、そうですね、一生懸命多分ね、シュッと見えるように誰よりも高く飛んでるってところまで本当なんだろうね。でいつかそのお手本の先生方が私のところに来て、よくやっている、ぜひ見本になってくれっていうところから妄想なのかな。
すっかり騙されましたね。確かにでも、うん、こういうね、いつかなんか私の頑張りを誰かが認めてくれるっていうところはありますよね。ありますね、うん、そうですよね、ありますね。そうそう、やっぱり褒められたいね。そうですね、うん、いくつになっても褒められたいと思います、うん、安住紳一郎の日曜天国、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿はユリゲラー。お聞きの放送は 905-954-TBS ラジオです。時刻は11時です。この後は今日のゲスト、ヨーグルトマニア向井千佳さんをお迎えします。お楽しみに。それでは今日のゲストです。ヨーグルトマニア向井千佳さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はもう黒白のホルスタイン柄のお洋服で、はい、もうこんなんばっかり買っちゃうんですねえ、はい、好きで好きでですか、はい、ヨーグルトへの愛というか、そうですね、酪農業への愛ですか、はい、ピラスもそれは、あ、これ、そうです、そうです。牛の個体管理をする、あの辞表って言うんですけど、はい、この番号で牛の一頭一頭があの今デジタルで管理されてるんです。個体認識表っていうような、そうですそうです、あの黄色とかオレンジ色とかの、そうそうそう、牛ちゃんがしてる耳の、うん、はい、やつなんです。リアルなそれを再利用して、あ、これは、クリエイターさんが作ってくださった作品で、あ、そうですか、はい、おしゃれです ね、ありがとうございます。あんまりちょっと一般の人には気づいてもらえないんですけど、うん、これつけたまま牧場に遊びに行ったりすると、はい、アプリで呼んだろうかとかって言われる面白いとかね、はい、いろいろ酪農ジョークで、うん、そうなんです。なんとかサビリティってあれですよね、なんかあのトレーサビリティみたいな、最後までね、はい、どういう風になってるかが分かるという向井千佳さんですけれども、千佳さんは上に汁で下に日曜日の日で香水と書いて千佳さんですね、はい、大阪府のご出身です。2011年森永乳業パルテノンを食べたことをきっかけにヨーグルトの魅力に目覚め、 SNS 上でヨーグルトの紹介を開始、これまでで大手地方メーカー問わず全国のヨーグルト2400種類以上のレビューを発信、さらに今年3月には専門書ヨーグルトの本を出版、ウェブデザイナーとして働く傍らヨーグルトの魅力を広めていらっしゃいます。じゃあプロというわけではなくて本当に趣味の域でやってたら、はい、本を出版するにまで至ったということですか。そうですね、あれよあれよと一冊の本になると嬉しいですね。いや、めっちゃ嬉しいです、うん、もう本書くのでも1年2ヶ月ぐらいかけて、はい、もうずっとやってたんで、できた瞬間も本当に感無量でした可愛いご本ですね。ありがとうございます、ヨーグルト好きって人は多いと思いますけども、本を出すほど好きになる何かきっかけはあったんですか。はい、先ほど、ご紹介いただいたパルテノがそうなんですけれども、もともと実家がずっとヨーグルトをストックしてくれる家だったので、習慣的には食べてはいたんですけど、あまり種類を選ぶっていうことを自分ではしてなかったんですよ、うん、である時そのパルテノが発売されて、で食べてみた時に衝撃を受けて、なんて美味しくてなんて濃厚なヨーグルトがあるんだと思って、はい、でもしかしてヨーグルトってジャンルがあるのかとか、あ、もっとなんか高級スーパーに行ったらもっとあるとか、うん、そういうのでどん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 調べが進んでいったっていう感じで、SNS 上で発信してたら皆さんからの反応があって、はい、嬉しくなって、そうですね、仲間ができてっていう確かにあの水切りヨーグルトっていうんですか、はい、少しこう固めになっていて、はいはい、なんかこうスプーンからもこう滴り落ちないようなヨーグルトということで、はい、あの発売の時にみんな驚きましたよね。そうですね、確か広告もなんかスプーンをひっくり返しても落ちないみたいな広告だったんですよね、ヨーグルトでこんなことがあってる、ね、そして現在は1日1種類2種類さまざまなヨーグルトをSNS などで皆さんに紹介しているということですね。はい、そうですね、レビューを毎日掲載するようにしてますね。大変じゃないですか。いや、もうなんか夢中なので、ええ、あの人生の最優先がレビューみたいになってるんであまりなんか大変さはないですね。もう何か宿命というか、はい、もうあのずっとそのことを考えてるというか、一日でもう頭の中の半分以上はヨーグルトいかに美しく撮影して、はい、いかに背景まで説明した上で味までこの文章でたどり着けるかみたいなところに情熱を注いでます、うん、
確かにでもスーパー行っても新しいヨーグルトを見かけますし、はい、旅行行ってもそれぞれのスーパーで、こんなたくさん入荷してるってことは地元で人気なのかなっていうのは商品よく見かけますよね。そうですね、もうあの地方のものとかはなかなか自力ではもう網羅できないんですけど、今フォロワーさんがうちの地元のこの給食に出てくるこれ美味しいから調べて食べてよとかメッセージくださるんで、なるほどって言ってそれをお取り寄せしてとかやってますね、それは助かりますね。そうですね、そう、うんちょっとね私の代わりにリサーチしてくださる情報をくださる方がいると助かりますよね、はい、そうですね。さてそれでは今日は向井千佳さんにこのテーマでお話しいただきます。抜け出せないヨーグルトの世界、まずは一気に紹介します。抜け出せないヨーグルトの世界その1、すべてはヨーグルトのため。その2、日本三大メーカー。その3、知られざるご当地ヨーグルト。以上の3つです。一つ目ですが、すべてはヨーグルトのため。今お話にあったもう生活すべてがということですよねはい、そうなんです。もう私1日5回食事あのヨーグルトを取る習慣がありまして、はい、であの朝昼晩の普通のご飯にヨーグルトがセットになるっていうのが、まあ、普通にあるんですけど、はい、その間と間にまた喫食タイミングがあるんです。で、はい、5回ヨーグルト食べるようにしている。そうです、あの1日トータルで1キロから 1.5 キロぐらい食べてて、はい、それが分散されてますね。あんまりヨーグルトグラム数でイメージしたことないんで、はい、普通のいわゆる1人分でよく売っているカップに入っているヨーグルトだと、あの個食タイプでいうと 100g で、うん、はい、あの明治ブルガリアヨーグルトのあのサイズでいうと 400g ぐらい、うん、ってことはじゃあだから個食タイプだと10個ぐらい食べてる。そうですね。うわー結構食べてますねもう冷蔵庫がヨーグルトしか入ってないみたいなそうですか。それは SNS でレビューするために。そう、あの私結構もうこのタイミングで今すぐこのヨーグルトが食べたいみたいなのにバシッとなってしまう体質だ、なので、はい、それに応えられるように常時100種類ぐらい冷蔵庫にいろんな種類のヨーグルト入れてる、この喉の渇き、この気温、今これだみたいな。今絶対これしかないで、新しいものも挑戦するし、はい、リピートものもあって。そうですね、はい、レビュー用途それって他の食事の量を当然減らさないと入りませんよね。そうです、だから長らくあのお米とか麺類とかを食べれてないですね。じゃあヨーグルト主食、ヨーグルト主食で、あともう冷蔵庫にもあんまり入らないんで乾物とか缶詰とかを、はい、あの常温保存が効くものをいっぱいストックしておいてわかめを水で戻したりとか、はい、サバ缶を開けたりだとかそういう暮らしぶりですね。なるほど、全てヨーグルトを軸に、はい、あの足りない栄養を補うみたいな。そんな感じです。そうですね、冷蔵庫に、はい、入らないものはこちらでみたいな、はい、ヨーグルトが冷蔵庫占領してるんで。そうです、他の食料品が入れられないんですね。そうなんです。でも楽しいんですよね。それがいいんです体はどうですか、調子いいですか。体、あ、おとつい、あの区の健康診断の結果聞きに行ったらパーフェクトでした。わあ素晴らしい。あとはなんかヨーグルトたくさん食べるんで、はい、腸内細菌の状況とか褒められたりします。実はそれが、ちょっとこの間またそれもそれで腸内細菌層を検査してもらったんですよ、そしたらなんかもっと穀物食べなさいとかいろいろ叱られて、あのあまりにもヨーグルトしか食べてこなかったんで乳酸菌の餌が足りなすぎて腸内環境が悪いっていうそうですね、はい、食物繊維を餌にして増えますからね。そうなんです。そっかそっか、腸内細菌の餌となるものがない、はい、腸の中にない、過酷な環境に腸内細菌の、腸内細菌の、でも麺類とかご飯食べるチャンスないですもんね。そうなんですよ、だからなんかあの食物繊維サプリとか検索して、サプリじゃなくて普通に食べてくださいなんかね、やっぱり冷蔵庫が混むから混むからね面白い。どこで買ってくるんですか。何をですか。ヨーグルトは、あ、ヨーグルトはもうスーパーコンビニはよく回りますけど、あとお取り寄せがめちゃくちゃ多いですね。そうですね、うん、ここから1日1キロっていう量は、はい、
ヨーグルトのモンゴルとか、はいはい、なんとなくアフリカのイメージとかあったりしますが、はいはい、どうですか、それぐらい食べてる人ってのはいるんですかね。そうですね、日本人はまだまだ少なくて、もう、あの、私が尊敬してるのがマサイ族で、マサイ族は1日9キロぐらい、ヨーグルトだけを食べ続けるんですよ。あ、やっぱりそういう生活があるんですね、はい、そうです。それでヨーグルトでちょっと足りない鉄分とかビタミンがどうしても足りないんですけど、それは牛の血で補うっていう。あ、そうなんですか。牛の血をな生で飲むんですかね。みたいですね。あ、うん、ヨーグルトだけなんですか。そうみたいです。どうやって食べてるんですかね。普通に牛の乳で発酵させて、はい、ヨーグルト作って、はい、ですね、でそれをおかゆみたいにしてこうずっと固めてるみたいな。ちょっと、ね、そこまで分かんないの調べときます。いえいえ憧れはあるんですね。でもね、憧れます。9キロまで到達できないかな。尊敬してるんだ尊敬してる、はい、9キロ か、 そうか。ちょうど1人分のヨーグルトと90パックってことですもん ね、 じゃあね。そうですよね、うん、わ、冷蔵庫が大変ですね。 それね、そうですねもう必ず冷蔵庫の中のヨーグルトが入るかどうかに必ず業務を換算してね、問題が落とし込まれますねさすがにきつくなってきたみたいなことありませんか、1日5回っていう。いや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 、もっとなんとかならんかなと思って、今もうジムに通って筋肉を増やして、はい、代謝が上がればもうちょっといけるんじゃないかっていう拡張作業中です、今。うわー、じゃあ本当にマサイみたいに1日9キロぐらい行きたいという、はい、出費の方はどうですか、お金の方は。出費はもうこれが大変で、結構ヨーグルト高いのはありますし、お取り寄せしてたりしたらね、またあまりにもなんか最近お金がなさすぎてちょっと計算してみたんですよ、うん、はい、そしたらなんか家賃を上回ってましたヨーグルトへの出費が、はい、頑張ってる、頑張ってますね。いやもうみんな応援してください向井さん応援してくださいあとは向井さんならではのヨーグルトの食べ方みたいなのはありますか。はい、まあ、あのレビューに命をかけてるので、朝方の6時7時ぐらい の、はい、あの朝日の綺麗な、あの家にね、朝日が綺麗に入る時間帯に撮影したいんですよ、はい、なのでそこの時間はもう必ず撮影用で、晴れた日しか撮らないっていうルールがあります。じゃあ写真撮影しっかりしたいときはこのヨーグルトで朝一番だと。もう決めてますね、もうこれとこれをレビュー用に撮影する。もいい天気だったら、はい、へえ。あとはなんかスプーンも専用のものがあると聞いたんですが、はい、それですか、はい、うわ、今日持ってきたんですけど、はい、これヨーグルトスプーンって言うんですけど、あのシリコンでできてて柔らかいんですよ、はい、で、はい、舌触りがいいっていうのもあるんですけど、あのワイパーをかけたようにキュッとあのヨーグルトを、うんうん、あのこそげ取れるんで、カップに一滴も残らないっていう。へえ、そうですね。ちょうどシリコンね、あの、はい、料理の鍋ヘラのようなものありますが、それにちょっと角度がついたような感じで、はい、しっかりすくえますか。そう、角もあるんで、あの、うん、カップのこの、はい、ここ、ここ取りのところ、ね、綺麗に取って、でこう下に乗る時も良さそうな感じですね。そうですね、やっぱ金属と比べてあまりこうヨーグルトとの質感の差がないというか、滑らかにスッと入ってきてくれるんで、めちゃめちゃいいです。欲しくなってそれは市販されてるんですか。あ、市販されてて、もうヨーグルトスプーンとかで検索するとどんどん出てきます。いくらくらいですか。600円くらい。これいくらしたかな。もうちょっと値段を気にしない人生になってしまってヨーグルト絡みの出費、ね、ヨーグルト絡みは値段を気にしないそうなんです、ね、そしてある日家賃を超えているというそうなんですさあ、そして続いてですが、ヨーグルトの世界2つ目は日本三大メーカー。これは3つのメーカーということで、はい、明治、はい、森永、はい、そしてもう一つはどこですか。雪印メグミルクさんですね。そうですか、向井さん詳しそうですね。それぞれのメーカー少しお話聞かせてください。はい、まず、まあ、ヨーグルトといえば明治さんだと思うんですけど、はい、まあ、ヨーグルト、明治ブルガリアヨーグルトってありますね、はい、あれがもうブルガリアの正当なあの菌の組み合わせを入れて、日本で初めて出たプレーンヨーグルト、発売年度でいうと1971年。そうですか。もう50年ほど前にやっとこさ日本にプレーンヨーグルトがやってきましたと。それを入れてくれたのが明治さんだということで、はい、やっぱりそこにプライドを持ってらっしゃるので、うん、すごく伝統、ヨーグルトの伝統を伝えることが、はい、あの上手なメーカーさんですよね。
であと最近機能性ヨーグルトってよく聞くと思うんですけど、はい、あの LG21 っていうのが多分火付け役 で、はい、で腸じゃなくて胃で働く菌とか、うん、あと R1 っていうと、まあ、免疫に、はい、あの働きかけてくれる菌みたいな菌単菌 の、 あの機能を売り出した菌っていうあのヨーグルトっていうあのムーブメントを作ってくださったのも明治さんっていう印象ですね、うん、そうだよく LG21 とかね、R1 とか最近スーパーの売り場面積も増えてるなって感じしますよね、うん、なので明治は正当な王道を行くヨーグルトメーカーという感じですね、うん、はい、はい、一方森永乳業はどうでしょうか。森永さんはね今度はねトレンドメーカーなんですよ、うん、っていうのもあのアロエヨーグルトってもう皆さんおなじみのあれ、はい、美味しいです好きです。森永さんが初めてなんですよ。へえ。あのナタデココブームが来た時に、はい、あのナタデココに次ぐなんか食材はないかっていうことで、うん、こんにゃくだのなんだのいろいろ試した結果たどり着いたのがアロエヨーグルト、はい、なので今や当たり前の食材になってますけど、うん、これは森永さんが作ったトレンドだと。確かに、はい、であとあの私がハマったきっかけのパルテノ様もですね、うん、はい、あのギリシャヨーグルトをこう日本にちゃんと持ち込んでくださったのが、うん、やっぱり森永さんなんですよね。そうですか、うん、もうパルテノ様って呼んでる、ね、もう、そうなんです。あとですねあのヨーグルトの蓋裏にあんまりヨーグルトつかないやつあるじゃないですか、はい、あれも森永さんが初めて古食の4個パックで取り入れた技術なんですけど、あのトーヤルロータスと言いまして、あのロータスってハスですよね、うん、ハスの葉っぱの上って水玉ポロンって弾きますよね、はい、あれと同じ構造でヨーグルトを弾かせることで、ね、蓋裏にヨーグルトがつかないっていう。そうなんですかね、はい、ちょっとね何回もね意地悪して試してみたくなってねなんかひっくり返して開けてみてあやっぱりつかないとかね、うん、弾いてるなんてね、はい、やったりもしますが、じゃあトレンドメーカーということでいろいろなアイデアを盛り込んでいくのが得意なのが森永乳業という分析ですね。はい、そして雪印メグミルクどうでしょうか。はい、雪メグさんはどっちかというとあまり新商品バンバン出さなくて、ね、あの既存の商品を磨き上げていくっていうような印象があります、うん、職人気質。そうですね、であの結構他のメーカーさんが R1 みたいなアルファベットとかカタカナで商品名つけがちなところ、うん、雪印さんはあのめぐみって漢字一文字で書いたありますね、うん、すごい情緒を大切にされてらっしゃって、うん、わざと漢字で、うん、訴えかけるっていう。雪印メグミルクのロングセラーっていうと何になりますか。あ、牧場の朝ヨーグルトっていう3個パックの、あれもあの3個パックの底板の裏側を見ると実はくり抜いて牛ちゃんとか、なんかあの牧場を作れるセットになってるんですよ。そう、雪印さんってすごいあの乳に対する思い入れが強いので、うん、あのちっちゃい子がそうやって牧場を組み立てていて、はい、あの牧場好きになろう乳を好きになろうっていう、教育的なとこもありますね。ああそうですか、はい、あそれは知らなかったです、ちょっとやってみたくなりますね。なりましたね。そして向井千佳さんが雪印メグミルクのことは雪メグさんっていうわけですね。あ、そうですね。これはもうヨーグルト界ではもうみんな雪メグさんで、はい、雪メグさん、そうですね、で生乳のことは乳って言うんですか。いや生乳あのいろんな言い方がありますけど、ね、生乳は生乳ってちゃんと意味があるんですよ。あ、そうですか、失礼しました。あ、生乳はあの絞ったままの殺菌する前の乳を生乳で、殺菌すると牛乳になる、はい、で乳はまあざっくり全部。あ、なるほど、うん、そうですか。あ、そうか、牛乳とは言わないですね。牛乳っていうと殺菌されちゃってるんで、またちょっと、商品としてあれですね、うん、あ、そうか、はい、私殺菌前が生乳だから、はい、トータルで全部の牛から出るミルクのことを言うときは乳と言えばいいですね。そうですね、あえてあのどっちとも言わずに言いたいときは乳。乳、わかりました。そうですね、いいですね、マニアの方の ね、こういう言葉の端々にいろいろ感じますよね。本当です。あんまり父とは言わないですか。あの私ねお乳っていうのが好きで、お乳の味わいとか言った方が乳の味わいっていうよりなんかこう美味しそうじゃないですか、うん、いいですね、はい、なんで自分のレビューの中ではお乳って言ってます。そうですか、はい、お乳ね、牛のお乳いいですよね。いいですね、うん、生命力感じます、うん、あとはメーカーで言うと今ちょっと話聞きながら自分で他のメーカーなんだろうと思ってたら意外にヨーグルトメーカーって頭の中入ってますね。あ、本当ですか。私はねあのおはよう、あ、はいはいはい、あと父安、父安、あと日本ルナ、はいはい、あ、すごいいっぱい出てくる、四つ葉乳業、あ、すごい、コ
小祝農場、あすごい小祝乳業、はい、結構出てくるなと思って、すごいですね。いや結構皆さんもあると思う。うん、なんかその出てきた中でいうと父安さんは日本で初めてヨーグルトを、はい、あのちゃんと工場ラインで作って世に出したという大正6年のことです。あのね、はい、可愛らしい瓶で、はい、そうですそうです。もう今からだから105年前、105年前に初めて日本にねちゃんと工場生産されたヨーグルトがやってきたんです。そうですか、はい、あとちょっとね私味覚が子供なんであのバニラヨーグルトとかちょっと甘めの味ついてるとありがたくて、気づけば一人で3つ食べてるみたいなのありますよね。3連パック瞬殺みたいな、やってるやってる、本当に良くないと思いながらね。いやいや美味しいですもん、美味しいですよね、止まらないよね。あとちょっとあれですか、味が角についているヨーグルトに対しては少しやっぱり何かこう、あ子供だなみたいな、そういう目線はありますか、マニアとしては。あのハマり始めた頃はすごく原理主義的になって、ええ、プレーンこそ神ですみたいな時期があったんですよ。そうですよね、ヨーグルト好きな人はそう言いますよね。ええ、でもあの今はその時期をちゃんと通り越して、ええ、あの昔ながらの香りがついたのもいいじゃないかと、あの博愛、はい、もう全て、うん、全てヨーグルトだっていうところに来ました、やっと。ありがとうございます、それで先に聞いといてよかった。さて2つ目ですが、ヨーグルト世界続いて、あ失礼しました、おしまいは知られざるご当地ヨーグルトです。いやーこれは楽しみですね、向井さん、少し紹介していただけますか。はい、もう私は全国各地回りながらご当地ヨーグルトを探すのが大好きなんですけども、ちょっとおすすめが一つですね、はい、あの岡山県の真庭市というところにありますヒルゼン酪農農業協同組合さんのヒルゼンジャージーヨーグルトっていうのが美味しいんですよ。はあ、ヒルゼンね、漢字が難しくてね、そうなんです、草冠に、はい、示すを2つ横に並べて、うん、ちょっとね一瞬最初読めないんですけどね、うん、ヒルゼンジャージーヨーグルト、はい、これはどういうヨーグルトですか。あの日本人が牛乳っていうと 99% もうホルスタインさん、はい、白黒の白黒の、あの子思い浮かべると思うんですけど、実はこれジャージーっていう、はい、ちょっと薄茶色のちっちゃい小柄の品種の牛ちゃんで、あのお乳でできてるヨーグルトなんですけども、はい、そう体格がちっちゃくてちょっと乳量が少ないんで、あんまりその経済的な効率は良くないので、なかなか使用されてないんですけど、あの岡山県の真庭市がもうジャージーの、日本で一番の産地なんですよ。でそこで作られてるヨーグルトで、ジャージーのお乳がちょっとベータカロテンを多く含んで黄色いクリーム層ができるんですよね。それがめちゃくちゃ美味しいヨーグルトです。あそうなんですか、うん、あの上の黄色いちょっと薄い層はベータカロテンなんですか。はい、牧草を食べてその牧草のベータカロテンが脂質に溶け込んで黄色くなるのを黄金のクリーム層って呼んでる。あそういうことなんですか、はい、へえ、知らなかった。やっぱり美味しいですか。ホルスタインよりも成分が濃いのですごくリッチな感じがしますね、うん、へえ、じゃあちょっとパルテノ様に近いような感じのこう、うん、な固めというか少しこう、いや水切りとはまた違って脂質分が濃い、あ、うん、じゃっていう感じ、ドロリとした感じですかね、うん、そうですね、濃厚で、味が重たい感じ。これは個別パックみたいなものも出てるんですか。はい、はい、それ基本一番人気なのが1個サイズ 100g ぐらいだったかなのやつ、そうそうがあるんですけど、これね現地の小学生に聞いたらそれを振って液状にして飲むらしいんですよね、うん、あ普通 の, そのヨーグルトパックをヨーグルトをカップのまま、そうすると上 の, その黄金の、はい、クリームソーも全体にきれいに混ざって、でもう振ったから液状になってるからこうクイッと飲める。ヨーグルトって振ると液状になるんですか。あはい、ほぐれるので、はあ、よく振ると飲めます。あそうですか、はい、じゃあ飲むヨーグルトってのは固まらないように調整している、はい、飲むヨーグルトは一回固まったものをタンクの中で攪拌っていうほぐす作業をして液状にしてからカップに入れてるんです。あそうなんですか。そうなんです、知りませんでした。じゃあカップのヨーグルトも振ると飲むヨーグルトになるんですね。なります、なります、自前で。自前で知らなかった。中澤さん知ってました。なんとなく経験値 で, 経験値ですっごく振っちゃったヨーグルトは、飲むヨーグルトに近くなるなって。あ自転車の前かご40分ぐらい道中。あそうですか、いやごめんなさい私知らなかった、うん、そしてもう一つ、はい、ご当地ヨーグルト、はい、岩手県のものですか。はい、去年か
見に行かせてもらったところで、あの幸せ乳業さんっていうメーカーさんが宮古市っていうところにあるんですけど、そこがヤギを飼育されてらっしゃいまして、そうヤギミルクグリークヨーグルトっていうのがあるんですよ。うわ、癖が強そう。そうですね、ワイルドです。ワイルド、ヤギのチーズはね、はい、最近たまにね、こう凝っている居酒屋なんか出てきたりしますけど、ヤギヨーグルトはさすがに聞いたことない、はい、めちゃくちゃレアですね。もうほとんど売ってないと思います、日本でも。食べました。食べました。どうでしたか。もうね、あのびっくりしましたね。やっぱり牛乳のつもりであの牛乳のヨーグルトのつもりでいくと、もうあんまりにもこうワイルドの香りでびっくりするんですけど、はい、ただなんかプレーンとあと和三盆ハニーっていうのがあって、はい、で和三盆ハニーの方はもうなんか蜂蜜の香りとヤギの香りとなんかいろんな香りがすごい旨味みたいに、うん、はい、なんかこういい感じに、ね、なってて、なるほどって、あ、こういうアレンジをして食べるものなんだっていう印象でしたね、うん、なのでちょっとあれですね、味付けとかこう何か足すと、はい、またいろいろ味わいが面白くなってというのが、はい、そうですね、あのなんかホテルとかでは料理素材として使われてるみたいですね。うんうん、味のアクセントとか、はい、こう癖のある味で組み合わせでという、うん、はい、いやーちょっと、うん、毎日は食べたいとは思わないけど一度は食べてみたいなと思います ね、 そうですよね。ヤギのヨーグルト、また地味がありそ う、 そうです、ね、体に効きそうな感じありますね。いやーヨーグルト食べたくなりましたね改めまして、今日の日曜天国はゲストにヨーグルトマニアの向井千佳さんをお迎えしています。今日お話しした内容も含まれている著書のご紹介です。ヨーグルトの本、税込み1980円で MDN コーポレーションから発売中です。ヨーグルトの歴史、最新のトレンド、全国のご当地ヨーグルトまで、向井さんのヨーグルト愛が詰まった一冊です。たくさんのヨーグルトがお写真とともに載っていますけど、はい、何種類ぐらい。これだいたい300種類ぐらいですね。うわ、国内で流通している量っていうのは種類どれぐらいっていうふうに把握してますか。3000弱だと聞いてます。結構ありますね、はい、やっぱり乳業メーカーって、はい、こう運ぶ距離が限られるんで、やはりそれぞれの地域地域の特徴みたいなのがあって数があるんでしょうかね。そうですね、もうご当地は本当にもう発信もされてないようなもうところが点在してるんで、探すのも結構大変ですね、地元の知る人ぞが知るっていう、はい、そしてもう本当にスーパーマーケットの仕入れ担当の人がこれ机の上に置いて次どれを仕入れたらいいんだって読むようなもうカタログ的な面白さあるんですけれど、本当そうですね。読んでると向井さんのもうヨーグルトっていうよりも日本の酪農業に対する愛っていうか、酪農なくなったらどうなんだっていうそういう強い叫びみたいなのを感じました。よかったです、ありがとうございます、うん、やっぱりちょっとこのコロナ禍からのウクライナ危機の流れで、うん、はい、あの輸入してる資材がどんどん入りにくくなってたり、あの牛ちゃんが食べるご飯がですね、もうだいたい 1.5 倍ぐらいの値段になってるっていう風な話で、もう酪農家さん皆さん悲鳴を今上げてらっしゃるので、うん、あの私にできること何かなっていうと、やっぱりヨーグルトを楽しむ、はい、絶対応援するぞっていう仲間もいっぱいいっぱい作ってて、酪農家さんに何があっても私たちが守るからみたいな仲間をねどんどん広げていきたいなって思ってます。そうですかね、酪農家のファンであるということですね、はい、そうです、いやたくさんねきっと同じ気持ち持ってる方いると思いますよ ね、 そうですね、きっと向井さんの活動頼もしく思ってる方が多いと思います。今日はヨーグルトマニアの向井千佳さんにお話を聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、近道坂道並木道、道はいろいろあるけれど、ゴミ捨て、水やり、風呂掃除、これが私の生きる道。お聞きの放送は逃げ道、こちら TBS ラジオ905-954。3連休、明日も休みということですが、今日は各地で30度超えるような陽気ということですが、お昼間もなくですけども、スタジオのあります赤坂26度までということで、いつもほどじゃありませんよね、この後どうでしょう、まだまだ過ごしやすいなという感じですが、はい、私の妄想、青梅市のにゃんこファクトリーさん、32歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどモーニング娘。の妄想をしている方がいて驚きました。実は私もです。13歳の頃からです。
6期のオーディションを受けているところから私の妄想が始まりました。同期は道重さゆみさんや田中玲奈さんです、うん、私の場合15歳の時に一度モーニング娘。を卒業し20歳の時に再加入しました。今は再び卒業し元モーニング娘。としての自分を妄想しながら生きています。あらいいですね。結構ね、普通のことなんですね。そうなんですね。元モーニング娘。の皆さんの活躍もいろいろですからね、想像も多岐にわたるでしょうね、うん、今はこういう生活していますっていうことですよ ね。ただね、長くこうずっとねイメージしてると本当にこうなんか事実のように思えてきたりする時ありますからねありますよ、うん、本当にそうなんですよね、うん、私は前話したと思いますが、まあ、妄想会の中では初級編ですけども、飛行機の中で急病人が発生した時のお医者様いらっしゃいますかのかっこよさありますよね。あれはやっぱり、まあ、当の医師の皆さん方は大変な責任の中で難しい決断だと思いますが、旗から見てるととてもかっこいいですもんね。皆さん遭遇したことあります？ないんですよ。ないですか？あ、そうですか。私結構遭遇したことあるんですけども、意外にねたくさん医師や医療従事者の人が乗ってるんだなっていうことが分かったりもするんですけど、やっぱりかっこいいなっていう気持ちがやっぱりありますでしょ。そうです、で私もなんか、そうか、高校の時のあの水長頑張ってたら私にもあの道があったのかななんて未だにねやっぱりね、まあ、慣れるとは思ってませんけども、そのね数学を諦めた日の一日を思い出すじゃない、あそこが分水嶺かなんて言って、なるほどね、いや素晴らしいなんて言ってね、戻るとしたらあそこだなと。素晴らしい、私はほら医師薬剤師そして薬品メーカーの皆さん方へのリスペクトが強いから、でそんなことずっと考えてたんだよね、で飛行機乗ってる時って何かちょっとこう自分の世界に入りがちだもんね、である時やっぱりそのあったんですよ呼び出しがね、その時ねうっかりで半分手挙げちゃったねもうご迷惑ご立腹ですよ本当に申し訳ない、もう自分でもバカかと思ったんだけども、その時に隣に座った人かなが私の素性に気づいてたんだよね、で、あ、安住さんだと思ってその人の露骨ななんかっていうあなた違うじゃんっていう顔が忘れられなくて、私もなんか なんで私そうなったんだ、いや、あの皆さん語弊のないように全くご迷惑かけてませんから、はい、上げてないですけどちょっとなんかビクッて動いたそのあれがあったんだビクッとしちゃってあーと思って、はい、したらなんで動いたっていうね、なんで動いたって安住さんですよねっていう、あなた違う仕事じゃんっていうことだよね、危ないから思い込んでるとね、そう、八潮市のマリーゴールドのつぼみはデモゴルゴンさん31歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。トイレに座った時の正面の壁、壁紙の柄の中に犬や人の顔に見える部分がありませんか？柄は繰り返しているのでたくさんの顔が存在します。なんかそういうのありますね、なんかこうモザイク状のこう模様が人の顔に見えたりとか、何かそこに意味を見出すみたいなことがありますね。そうですよね、規則性からね、はい、お腹が痛い時にその顔たちにドラゴンボールの元気玉を集める時のようにオラに力を分けてくれと祈りますするとその顔たちに応援され、腹痛が早く治る気がします。自分でもちょっとクレイジーなトイレの過ごし方だなと思っているので誰にも言ったことがなかったのですが、実は夫も壁に応援されていることが先日分かりました。夫婦って似ているんですね。31歳の方、面白い。まあちょっとね、壁のちょっと穴のボツボツとかね、消音パネルのなんかこう模様がなんか人の顔に見えたりとかすることは分かりますけど、ありますね、今日も見える見える、元気だったみたいな時あります。あそこがね目に見えるんだみたいなことありますけど、ただその顔に応援してもらってるっていうね、なんて声かけるんでしたっけオラに力を分けてくれっていうことだな、本当にさ、あのぶっつけ本番でモノマネさせるってさ信用を失うからやりたくないんだよ。練習はしたいでしょ、モノマネの。お願いしますよ。わかんないもん、しばらく見てないし。そうですよね、
ワクワクすぞっていうことでしょ。そんな感じそのフレーズなんかすぐに思い出せないよ。もしリスナーの中にこういう流れがあるんだとしたら、私は断固抗議する。書いとけばやるんじゃないみたいな。一人で損する。最悪だ。最悪だよ。兵庫県の太郎さん、41歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。もしも地球人の男性が全員私だったらどんな世界になるんだろうと妄想する時が定期的にあります。どういうこと？地球人の男性が全部自分だったら、多分戦争はなくなるだろうし、犯罪もない平和な世界になるんだろうな。ただ文明は全く発達しないだろうな。そうね、地球上の男性が全員私だったら文明は全く発達しないだろうな。そうね、わかりませんよ。優しい方なんですね。優しい方ね。アリはね、ほぼ自分のクローンだから、働きアリね、喧嘩することないなんて言いますけどね。目黒区のチョコミさん、31歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。夫とは交際から数えると8年が経過しましたが、今でも勝手に付き合う直前の男女を妄想しながら暮らしています。あら、雰囲気の良い観光地を訪れた際など、夫に今から私たちは付き合う前の状態だからと宣言し観光します。凝ってるね、うん、名前を呼ぶときは苗字にくん付けで呼び、間を埋めるための適当な会話をし、今だというタイミングで実はずっと好きでした、付き合ってくださいと告白するのです。夫は私の妄想が壊れない程度に話を合わせてくれているだけなので、ほぼ無視の状態が続いていますが、その感じがまた果たしてこの恋は実るのかという緊張感の演出につながるので良しとしています。バカバカしいのは承知ですが、いざ設定を作り込んでいくと、好きですと改まって言うのは夫に対してでもかなり覚悟が必要で、夫のうんいいよという声が聞こえたときはそれなりに嬉しいのです。改めて本当にバカバカしいことは重々承知しています。楽しんでる。うん、生活上手だね。もうね、旦那さん、8年経過したけども今でも勝手に付き合う直前の男女を妄想して旦那さんと生活している。ドキドキしている。で、旦那さんのちょっとね、うん、ツンデレな感じも楽しんでるという。そうなんですね。安住紳一郎の日曜天国。静けさや岩に染み入る蝉の声、疲弊した心に染みるネット記事。お聞きの放送はTBS ラジオ FM905 AM954。 TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。1974年昭和49年発売、山本幸太郎とウィークエンド、三崎巡りに乗せて今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は、東京都のクリムトさん、横浜市の浜野ししすけさん、千葉県四街道市縁側の猫さん、長野県中野市ひよこさん、長崎県の水素さん。カルビセットの当選者は足利市のハニーちゃん、横浜市の熱海のトロピさん、川崎市のミミさんです。おめでとうございます。今日番組冒頭で宮城県登米市23歳、家が浸水してしまったという方からのお便り紹介しましたが、その方からメールをいただきました。先ほどはありがとうございました。宮城県は少しずつ空が明るくなってきました。片付け作業をしながら皆様の妄想に関するメッセージを聞き、元気が出てきました。私もこの状況がきっと良くなると明るい妄想をしながらヨーグルトを食べ、健康第一で過ごしていきたいと思っています。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました、というお便りいただきました。ありがとうございました。忙しい中、片付けがはかどりますように。それでは今日はこの辺で失礼します。いい日曜日にしてください。ごきげんよう。さようなら。さようなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。7月24日のゲストは旅行ガイドブックのパイオニア、地球の歩き方編集長、宮田隆さん。メッセージテーマは家のこと、家事にまつわる話。皆さんからのお便りお待ちしています。